さあ、始まりました。アマティスチャンネルです。さあ、今話題になってますよね。3人目から大学無償化っていうやつですね。大学の授業料払わなくてもいいよってやつなんですが、どうも条件があるし、それってどうなのみたいなのが、はい、出てきていますね。そもそも全額負担になるのかっていう疑問ね、あったりしてますよね。医学部なんてね、6年でめちゃめちゃ高いわけじゃないですか。それと国立のね、普通の大学4年で行くのでは全然値段が違うと。それでも同じようになるのか、本当に全員ね無償になるのかっていうのと、さらには条件が複雑じゃねっていうやつですね。これそもそもその条件に当てはまる人って少なくないですかっていうのが出てきておりますので、はい、そちら見てみたいと思いますね。ちょっと TikTok ライブやった時もね、話したんですけど、大学無償化、第1子が扶養を外れると、第2子と第3子は対象外、国民落胆、子育て世代を分断する制度そのものへの湧き上がる反対というですね、はい。いろんな批判が出てます。まず最初の段階で導入だって言った時ね、これをやりますよって言った時には、おいおい、ずるいじゃないか、ね、3人いたら無償とかさ、そんな授業料がなくなるとかずるいじゃんっていう意見でしたね。うち2人ですけど、みたいな、そんなのずるいよっていうのがまず1個目の批判でした。で、これは第3子にする理由としては、まあ簡単ですね、これね。人口が減ってる、それをなんとかしなきゃいけない、少子化を食い止めるためっていうのが、まあ政府の言い分なわけじゃないですか。だから1人生まれていくと、2人の人から1人生まれただけですから、マイナスですね。人口は減っていきます。2人生まれれば、それでプラマイゼロ。人口は減らないけど、増えもしない。で、出生率っていうのは、まあ 1.何%なわけで、どん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 減っていくんだよっていうことです。で、3人いればプラス1ですから、だから人口は増えていくというので、だから3人という、ね、その人数になっているわけなんですが、はい。扶養から外れちゃったらダメってさ、それダメじゃん。やっぱりなーみたいなね、はぁーっていう風に言いました。だから扶養から外れるって、まあだからね、いくらかが稼いでたら外れるわけですよ。まあよく言われるじゃないですか。アルバイトでもさ、103万でしたっけ以上稼いでしまったら扶養から外れてしまって、で、親に税金がかかっちゃうよみたいなね、よく言われたりするんですよ。だから103万円ね、稼がないようにしましょうなんていうの昔からね、よく言われたりするわけですよ。で、子供が扶養から外れるとかってね、よく言われるんですが、その扶養から外れてしまったら、3人って言ってたのが、2人扱いになっちゃうわけでしょ。だから授業料無料じゃなくなっちゃうわけじゃないですか。それってどうなの？扶養から外れたらって、それ人口とは関係ないんだからさ、人口が増える減るとは関係ないじゃんって思うんだけどな。なんでそんな風にしちゃったの？扶養から外したら2人って。それだから就職したらさ、103万なんかでやってきるわけもないしさ、外れてしまうわけですよ。うん。だからそれがね、どうなの？っていうわけですよ。外れちゃうって。で、その他の批判も本当納得のいくものですね。12月11日付の朝日新聞デジタルによるとですね、大学の場合、授業料免除の上限は国公立が標準額となる約54万円。私立は約70万円というふうに、はい、制限がついてますね。だから、百何十万とかね、200万とかはないってことですね。入学金の上限は国公立大が標準額の約28万円。私立大が平均的な入学金の金額である26万円と。はい、というふうにもうね、決まっちゃってるわけですよ。免除はね、全額じゃないわけですよ、うん、この額までってことです。医学部や薬学部などの6年制の学部については最大6年間支援を受けられる。そうだから行けるんだけど、でも全額じゃないわけですね。だからその私立だった場合に、その70万円が6年間、国公立だったら54万円が6年間ってことね。で、そう、短大や高専、専門学校に進学しても支援を受けられるってあるんだけど、これがいくらなんだろうね。そこについてはまだ、この記事には載ってないのでわかりませんが。はい。だから上限があったわけですよ。はい。で、金額に上限はあるけど、所得制限がないようですね。だから親がどれだけの、ね、稼ぎであっても、そう、貧乏家庭であっても、裕福な家庭であっても受けられますよということですね。はい。だからこれはね、ただまあさ、問題としてさ、言われるわけですよ、これだって。結局そんな3人以上子供を作るところっていうのはすごく貧乏な家庭か、で、裕福な家庭で真ん中の層はそんなのできないよっていう批判も来てますよね。うん、まあこれは確かにもっともだなって思いますよね。だからこの真ん中すくうものに、なってないんじゃないか、そもそもね。その所得は関係ないって言ったって。そもそも所得が関連して子育てのやつって決まってるじゃないか。で、だからまあ、政府側とすれば、その、じゃあ真ん中の頑張って3人目作ってくれればいいんですけどってことなんでしょうけどね。で、しかし問題は3人の子供の解釈と。はい。例えば3人兄弟でも第1子と第2子が大学に在籍していれば、2人とも無償化の対象と。うん。しかし、第1子が大学を卒業して扶養を外れると、
扶養している子供が2人となり、第2子と第3子は無償化の対象外になってしまう。これが大問題じゃないですか。やばくないですかそれ。だ、年齢が離れた子供は恩恵が受けられない可能性が高いと。今からさ、そうなの？じゃあうちも子供を作らなきゃって言ったってさ、その子がさ、中学生、高校生だったらめちゃめちゃ年が離れちゃってるわけで、で、その、で、今から作らなきゃって思った子供が大学に入る頃にはその人たちも大学出ちゃってるわけじゃないですか。だから3人になっても意味ないじゃんってことですね。だから今からじゃあ増やさなきゃって思わないじゃん。そうだからね、なんかテレビのコメンテーターでも言ってて、じゃあ年後で作んなきゃいけないの？ってね、すごく近くしなきゃいけないの？って言ってました。まあそりゃそうですよね。同じようなことは児童手当でも問題視されている。そうなんですよ。これ児童手当についても調べましたけど、まあいろんな地方自治体がやってるんだけど、そう、第1子が高校を卒業すると第3子が第2子に繰り上がり、子供は2人となってしまうと。そう、そういうことなんですよ。だから児童手当ね。だから児童手当って結構広げて、前はなんか結構小さい年齢だったのが、ね、高校生にまでっていう風に広がってる自治体が多いと思うんですけど、うん、これもなんか同じルールに適用されてるんですよね。で、このことから要件を緩和して第1子が22歳になった年度末までという年齢だけで区切り、親と同一生計であれば学生でも働いていても第3子への加算分は減額されないという措置が講じられた。ああ、そういう風に措置があったんですね。そういう感じで同じようにやるのかってことね。だからこの大学授業料無償化ってさ、もうほぼほぼだから無償化じゃないわけでしょこれは。ね、そもそも無償になってないわけです。まあ国立だったらね、ほとんどまあほぼほぼ無償化と言えるんでしょうけど、私立の場合は足りないってなった場合は無償化にならない。ね、さらには第1子がね、もう就職してしまったら第2子、第3子には適用外になってしまうと。はい。と、これは意味ないじゃない。一番上と4歳以上離れてしまうので、無償化の対象になるのは一番上の子だけ。下の2人が大学生になる頃には一番上の子は卒業するので、2人は無償化対象ではない。結局2人分の大学費用がかかるので、この制度なら子供1人でいいかな。ね。これじゃ何の意味もないじゃないですか。全く意味がないじゃん。何のためのっていうわけですよ。意味ないよ、本当に。ね、こういうコメント来てますけど、まあその通りだよね。これで、子供増やそうって思うかっつ思わないじゃん。で、次のやつも、これもね、はい、僕もね、言ったやつなんですけど、これから産もうという方は18年後にあるかどうかわからない施策に踊らされて3人目以降産むとは思わない。そうです。法律なんて変わっちゃうわけで、バカバカで、ね、増税だってガンガンされちゃうわけでね、はい、どん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 変わっていくわけです。18年後ですからね、これね。今から子供作って、その18年後にその子が対象になるかどうかっていうので、そのためにってね、思わないでしょ。それはどうなの？っていう風に思うよ。で、これはもし第一子が高卒で就職してもしてしまえば扶養から外れるので、3人子供がいても誰一人対象にならないってことですから、ね、最悪な状況ですね。結局誰もってなっちゃう。そう、大学行かなきゃね、意味ない。まあ大学か、まあ高等教育機関ですね。行かないと意味ないですからね。就職してしまったら意味ないからね。子育て世代を分断し、家族間の不公平や世帯間の優劣など必要ないわだかまりで作りしている。すごいな。なるほどね。生徒そのものに対するね、意見が多かったというね。もうそう、だから異次元の少子化対策ってやったけど、これな、異次元の問題が生まれそうでね、困るよね。そう、やっぱり学年が離れてしまうっていうのはね。で、留年はダメなわけじゃないですか。まあまあ当たり前ですけどね、そういう補助金を出すのに留年されたら困っちゃうわけですけど、まあ留年してさ、わざわざ年を合わせてさ、みんなが無料になるようにとかってこうやってやったところでさ、うまくいかないわけですね。留年者、はいダメ、あなた奪いますって。一人が奪われたらみんな奪われちゃうのかな。その辺もわかんないな。という感じで。いや、最初はね、おお、すげえ、無償化するんだ、大学を、とかって思ったけどね、どうなるでしょうね。まあ、東京とかね、高校も無償化みたいなね、やったりしてるし、いろんな県立大学とかもそういう風に動いてますし、お金のある地方自治体がって動いてて、ほーって思ってたのが、あ、国もやるんだ、ね、大学行くみんなにって思ったら、あ、そうか、3人いなきゃいけないのか、あ、それもすごい条件が多いのね、っていう風に、まあ、ゴタゴタしてるって感じですね。はい。皆様どう思われますか？ぜひコメント欄でお聞かせください。拍手。ありがとうございました。天気ウォッチング。